小堀さん、はい、店長、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。また来ましたね。はい、たびたび長いです、はい、今回はこのルアー懐かしくないですか。まあ、懐かしいも何も、まあ、僕今でも普通に投げてますから全然懐かしくないんですよ。いやー、これ小堀さん、これ、はい、なんかあの12月に釣り子 TV の方で、はい、それ買ったぜやったーって動画を何気なくショート動画で上げたら、はい、20何万回だろう、もう25万回ぐらいを超える、なぜかもう去年の一番見られた動画になっちゃったんですけど、はい、でディープ X201 なんですよ。はい、珍しいんですか201って。いや、何回も復刻とかはされていて、はい、それの初期の頃のディープ X なんですけど、ディープ X 取り出したんですか。そうそう、これちなみにこっちにあるやつはレギュラーじゃないんですよ、うん、はい、ストックですね。いやー、小森さんといえばディープ X って印象があるんで、なんかそこら辺のハードルアートークが聞けたらな。そうですね、ディープ X は、はい、僕がメガバスと契約するきっかけになったのはね、あ、はい、そもそもディープ X が僕好きで使ってて、はい、僕から雑誌にディープ X200 が最高だみたいなこと書いたんですよ、はい、そしたらメガバスさんがそのサポートの話をしてくださったんです。へー、すごく、だからその今の自分、メガバスと契約してる自分があるのはリップ X のおかげで、リップ X っていうルアーはすごく好きですね。コンクルージョン、ありました、ありました。リップ X でしょ、201ってあったかな。今出してるリップ X は、はい、ストックの方です。試合に持っていかないと、これ201、復刻、はい、おー、僕の200、はい、それからこれ T200T。 おお、さすが、いろんなディープ X200T。 はあ、201背中ちょっと割れてますけど、うん、これ201。おお、201とか珍しいんじゃないですか。あ、これ古い、はい、年号入ってこれ 200T 多いですね。この 200T、わあ、及川からこのメガバスのグアニウムゴーストな感じ、すげえ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 。あの 200T かな、これ違うやつ、はいはいはい、これ初期の200、はい、初期200、はあ、これも初期200。これ多分書いてないから、書いてないやつは多分ね、サポートついてからもらったポルトのやつだと思うんですよ。シール目のそこのホットタイガー風が一番古そうな感じですかね。この向こうが古いですね。うん、わー、すごい、目がまっすぐ向いてますからね、はい、これニュータイプね、これ LBO が入ってる、 LBO です、はい、これは何も書いてないから、やっぱこれもサポート受けてからもらってますね、はい、これも何も書いてないからサポート受けてからかな。これ今さっき田中さん見てたやつと同じやつ、あら、いた、いますよ、いっぱい、いた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 。これもらったやつって言った以外は全部買ったやつですからね。すげえ、小森さん家に兄弟がいました。わー、200とかいろんなお話もあると思うんで、はい、なんか201の思い出とかってないですか。これどういう時使えばいいのか。こっちレギュラーなんですよ。おー、あ、レギュラーボックス、レギュラーっていうか、まあ、今年の初戦の準備をしてたんで、はい、201。ああ、現役でやっぱ201準備されてるんですね、結構。これ多分201だと思います、書いてない。はい、はい。ちょっと針が出てない。まあ、少ないな、多分もうちょっとね、レギュラーボックスがどっか他にあって、そっちにも200が。はい。あ、亀山ダムにも出てるんだ。ああ、はい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 。それで、ここにもあと10個ぐらい入ってるんですけど、はい、とにかく DFX200 は大好きで、はい、こんなに持ってます。こんなに持ってる DPX200 を人に見せたの初めてです、はい、すごい。それが新しいタイプ2個しかないのは多分あのカメアボックスに入っちゃってますね。あ、使い分けとかってなんかその時の、うん、これね、僕がメガバスのサポートを受ける前から200と201はあったので、はい、違いがね、正直僕のうろ覚えで、はい、カタログスペックと違ってたら、はい、怒られてしまうので、はい、ちょっと後で確認してほしいんですけど、はい、201ってスローフローティングでしたっけ。
サスペンドでしたよね、はい、で200がソロフローティング、はい、だったと思ったんですよ、はい、でその使い方なんですけど、はい、このクランクって僕クランクベイトとしてただ巻いて釣るっていう使い方で釣ったことって実はほとんど、はい、ごめんなさいないんです。はい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 、はい、最近リザーバーの中層とかで早巻きでも釣ってはいるんですけど、はい、ほとんど何かに当てて釣ってます。うんで、はい、当てた時にこのルアーに関しては結構スローに当てます。僕はロッドマークでグリ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 、あ、ゆっくり抜けさせてくる。そしたらワンオク食ってきたみたいにグググググってかかるような時があって、でロッドマークで当てていくことが多くて、うん、でその200の時は当てたら、はい、なんていうのかな、障害物を回避するためにフローティングさせるというか、はい、一回その障害物からエスケープさせてやる、はい、だから当たった時にパンパンでスイッチ入れてやってたんですよ、はい、200の時は、はい、で201はただ止めてましたね。あ、そういう使い分けをしてました、はい、で、まあ、最近じゃあそういう釣りで確実に魚が釣れるのかっていうと、はい、なかなか証明しづらいんですけど、うん、ニュアンスとしてはクランクベイトのロケーション立ち切りついててベイトが周りにいるとき、はい、これは多分クランクベイトのロケーションです、はい、あるいはフラットサイドに広くバスが散ってるとき、はい、これもクランクベイトのロケーションです、はい、そういったときに急に冷え込みが入ったときとかは200に変えてもらって、うん、エスケープを激しくさせてやらない、はい、要はぐるぐるぐるって巻いてきて、はい、木にガッガッガッて当たったときにガッガッガッて巻き切っちゃうのは普通のカバークランキングですよね、はい、巻き切らずにガッて当たったときに止めてロッドワークでポンポンって外すのが200、ギューッて外すのが201って思ってます。そういう感覚でパッパッと使い分けてるんですね。使い分けてるのも自分がやってて、うん、まあその今はねワーミングで他でテクニックで釣っていく技もあるから、はい、そこで使い分けないんですけども、はい、例えば 4m ラインの立ち切りベイトが 4m ラインに絡めて、はいはい、クランクならこれリペックス200のレンジだなっていう、はい、クランクリック当たったけど乗らないなってなったら201に変えてみる、そういう使い分け方かな。あるいは最初から201でやってて、うん、立ち業すぎて回収しようとしたらチェイスがあったり、はい、バイトがあった、はい、結構離れたところで食ってきたな、うん、ってなったらエスケープを早くした方がいいから、うん、フローティングを使った方が良くなってくるっていうような使い分け方をしてるかなと思います、はい、まあそれぐらいで使い分けてるって感じで、実際じゃあ使っててどっちが釣れたかっていうと、201は相当釣った記憶があるんですね、はい、で釣ったフィールドはほとんどが霞ヶ浦です、201は。ああ、はい。はい。春節をゴリッ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 と持ってきて、抜けたところで止めてやったら、バーンって持ってかれるっていうバイトで、はい、まあ、最近ないんでね、最近持ってかれてもほとんどキャットですから。まあ、そんな使い方で201はほとんど釣ってたかなと思ってますね。まあ、でも最近でもそうやって、まあ、200、特に最近はその中層の何にもないところ、はい、何にもないところに浮いちゃって、ミドストとかじゃスローすぎて反応しないのやつを、はい、クランクの早巻きで、シャットの早巻きのようにブワーって巻いて取る釣りが今実はまだあるんですよ、はい、でそういった時に乗り切らない時、はい、バーッと巻いていってバッと止めてやったりしたら食うかなって言ったら201に変えてやってるかなと思うんだけど、まあでもディープ X のね主流が今 200T なので、はい、なかなか使い分けようかなと思うシーンがなかなかないですけど、 200T の方がちょっと浮いてくるの早いと思いますね、はい、であとこの新型のディープ X、はい、LBO2、はい、こいつもあるので、はい、こいつまたさらに浮いてくるのちょっと早いので、あ、早いんですね。こうやって浮いてきますね、ファンファンファン、あ、なんていうかライザーアクションというか、そうですね、前みたいにフーってアクションにはないですね、ふわふわふわって。じゃあ浮上の時もバイトチャンスを作りながらどんどん、そうですね、早巻きはこっちの方がいいです。早巻きで釣るんだったらこの新型のディープ X の LBO2 の方が、200の LBO2 の方が全然僕はいいと思ってます、はい、ハイピッチでロールが強くなるんで、はい、こっちの方がいいなと思います。だから亀山とか三島とことか、そういう房総リザーバーで春の、例えば春の3月とかで、はいはい、シャローに今上がりきってないなと、はい、でも今最近ライブ拠点があるんで、ライブ拠点で見ると、はい、ちょっとブレイクの沖に浮いてるなっていう時に、はい、試してもらいたいのは200の LBO2、 そういった時にちょっと急に寒波が入ったとか、はい、今日寒くなったなと、うん、昨日までシャローに上がってきたんだけど、うん、今日シャロー上がってないよね、はい、っていう時にミドルレンジを探りたいんだったら201っていう使い分け方をしてもらえればいいんじゃないかなと。で、立ち木に当てたいんだったら 200T っていう感じかなと思います、はいはい、ありがとうございます。ま
ディープ X は、ね、結構本当に出番が多いプラントウェイトで、これちなみにストックですからね。コンクルージョン、正月からナイスな情報ありがとうございます。はい、はい、これね201、これの頃はほとんどメガバスって買おうと思っても買えなかったですね。はいはいはい、一回諦めちゃいましたもん。メガバスでメガバスのルバーで戦略を決めたのを、はい、諦めたぐらい買えなかった。あ、揃えづらいから。なくなっちゃうとやっぱり同じ回路でいっぱい欲しいじゃないですか。はい、これ革靴でしたっけ。はい、これだけでいっぱい欲しかったですもんね。そうだから今回こう売ってたんで、これいいな、これもらっとこうかな。じゃあ小森さん、これ V4 の優勝記念で、あ、もらえるんですか、マジですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなもらえる、ほんともらっちゃいますよ。いいっすよ。マジですか小森さん、それで勝ってください。あ、これ僕のちょっと背中がね、割れかけちゃって脱皮直前になっちゃった、よかった、嬉しい。いや、ミントコンディション、多分投げられてないやつだと思うんですよね。ですよね、うん、すごい綺麗なやつが、はい、なんでメガバスのプロの人に俺のセット待ちのメガバス。いや、これね、貴重なんですよ、まあもちろん。いや、そうそう、だから貴重だから俺も買ったんですよ。ディープ X は今のでも釣れるんですけど、はい、全然その変わらずに、はい、でも T は、まあ復刻はあるけど、はい、物は少ないですよね。そう、その初期型の201はなかなかもう、復刻もあんま売ってないですよ。復刻もないですね、作ってるのかな、ね、時代が違うんですよね。あとなんかなんかちょっとモールと一緒ですか、一緒は一緒か、モールの方はこれは分かんない、この時もまだメガバスじゃないので、うん、モールの話を聞いてないんですけど、うん、フックはね、紫だったのもいいですね、うん、フックの紫に惹かれて買ったんですけど、本当だ、それ結構新しいですね。これ新しいです、なんかその古くてその透明のはずのリップがちょっと飴色になってきてる、そのオールドな雰囲気も含めてなんかいい感じなんですよ ね、 いいね、昔の、あ、その買いたくても買えないみたいな競争局みたいな時代を思い出しつつ、投げようかなと思って買ったのはメガバスのトッププロの人に今取られました、取られました。また探しに、じゃあしょうがない 200T を1個あげますか。いやいやいや、大丈夫大丈夫ですか、 V4 記念で、はい、釣り口からカツアゲしたってことで、針がついてないチャートの 200T を1個あげます。あー、やった、なんかすごいトレードが実現しました。これわらしべソジャーですね、これね。はい、ありがとうございます。すごい。これね、DBX のこのね、この8缶、はい、ハイのついてる8缶の、はい、後ろがひび割れてるやつが釣れるとかありましたよね。ああ、ありましたね。僕ね、あんまりそういう人の話を聞かないようにしてるから、詳しく覚えてないんですよ。いや、でもなんか、ほんと、熱い、まあ、自分好きな時代ですけどね、あの、ね、ポップ X どうやって買おうとか。これ実はポップ X さんも興味なかったです。僕は自分で作ってたんで、はいはいはい、自分でほとんどバルサで作ってたんで、はい、トップってウェイト計算したくていいから簡単に作れたんですよ。はいはい、もちろん、はい、DBX ってポップ X はもっと考えられて作られてたんですよ、はいはい、水抜けとか音とかも、はい、でも、はい、あの頃はほらトップウォーターで釣れるところに行けば何投げても釣れたので、まあまあ、自分で作ったルールがあって、ついでだからそれ見せました。あ、いいんですか、それ見たいです。一番釣ったトップ、自作トップ、コンクルージョンじゃないですか、今思われると。違いますよ、そんなね、コンクルージョンです。人に名前をね、言えるようなねルアーじゃないですよ、これね。何ですか、これ、使わない、一生使わないだろう、一生使わないルアーって、はい、そこに僕今まで一番数釣ったトップウォーターはね、これですよ。うわー、来た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 、こっちもこっちもすっげー釣ったな。え、なんでこんな卑猥な色してんですか、これ。これ、コーリさんマジかよっていう感じ。ちなみにこの頃ってピンクローターなんて売ってませんでしたから、ね。いや、何言ってんすか、ちょっともう。